どうも、体験大好きひなあられです。これまでにバージョン2.0の平均火力ナンバーワンの体験の装備を紹介してきましたが、よくリスナーさんからこんなコメントをいただきます。攻撃さん、スロットにのご席でこの装備は作れますか？見切りさん、スロットには神馬ですか？まあ、そりゃそうっすよね。私が紹介する御席を皆様が持っていないなんてことをざらにありますもんね。ちょっと配慮が欠けてたかなと思います。申し訳ないです。お守りってたくさんありますけど、体験使いが狙うべき神お守りはどんなものなのでしょうか？そしてその守りを使えばどんな強力な装備が作れるんでしょうか？一般的にお守りは有限のマカリン機を回してゲットしますが、実はバージョン2.0ではその抽選確率はランダムじゃないってのをご存知でしょうか？例えば超会心のお守りと能刀術のお守りだと抽選確率はなんと17倍も違うんです。そして例えばこのお守り、この抽選確率はとてつもなく低いです。これはもう神とかを凌駕してますね。伝説ですよ。私はこんな奴らを勝手にレジェンドお守りと呼んでます。ということで今回は4点のパートに分けて説明させていただきます。1、体験に重要なスキル。2、マカレンキンの抽選の仕組み。お守りガチ勢の方がマカレンキンの全ての仕組みの解析が完了しています。その解析結果をもとに抽選の仕組みを簡潔に解説したいと思います。3つ目、体験使いが狙う合うべき5つの神お守りとその装備構成です。現実的に頑張ればゲットできるような確率の神お守りを紹介しつつ、そのお守りに合った装備の紹介をします。4つ目、レジェンドお守りの驚愕の抽選確率です。超会心に見切りにスロット311みたいな伝説のお守りをどれだけ回せば出るのか計算したいと思います。この動画を最後まで見ていただければ、バージョン 2.0 にて体験使いがどのお守りを引くまで頑張ればいいのか、どの装備が最終構成になるのか、そしてお守りの抽選確率が自分で計算できるようになると思います。体験のスキル構成は他の物理特化構成の武器とも似ているので、体験使いの方以外の方も参考になると思います。それでは本題に行く前に15秒だけ自己紹介させてください。私ひなあれは前々作から体験一筋で、体験に関する攻略動画を日々発信しています。雷神や主玉三つ3分台討伐など腕前もある程度はあると思います。そのためライズでも体験使うよって方、チャンネル登録していただくと必ず損はさせません。それでは本題いきましょう。パート1、バージョン 2.0 で体験使いに重要なスキルです。まずはこの表をご覧ください。特に黒く太字にしているのが大事なスキルで、お守りにはこのいずれかがついていることが神お守りの条件だと私は思います。そしてスキルの横に記載されていますが、スキルにはランクという概念があります。実はスキルごとにランクが振られていて、 S から A、B、C のいずれかに属していて、その数の内訳はこの表のようになります。ランクが高ければ高いほどマカレンキンの抽選確率は低くなります。それではパート2、マカレンキンの抽選の仕組みです。先ほど説明したようにスキルにはランクがあります。原則お守りには2つあるいは1つのスキルが付与されます。そしてその各スキルごとにいくつまでスキルがつくのかが決まっています。例えばこのレジェンドお守りをご覧ください。スキルの1つ目が超会心2ですよね。表のスキル1をご覧ください。2って書いてますよね。これが最大値です。つまり超会心3の御席は存在しないわけです。次のスキルは見切り2ですよね。表の見切りのスキル2をご覧ください。2って書いてますよね。ここが最大値です。ここの値はスキルのランクによって変動しますが、同じランクでも値が違うものもあります。次に各スキルの数の抽選確率です。1番目のスキルの超会心が2になる確率は 5% で、2番目のスキルの見切りが2になる確率は 10% です。次はランクごとの抽選確率です。有限の場合は超会心みたいな S ランクは 3% で、見切りみたいな A ランクは 15% です。次に2つ目のスキルが抽選される確率です。例えばこれ、私がこの前ゲットしたお守りなんですけど、2つ目に非属性強化ってスキルがありますよね。こんな風に2つ目のスキルが付与される確率です。弱点特攻は A スキルなので有限だと 40% の確率で何かしらスキルが2つ目に付与されるということです。それでは最後に空きスロットの抽選確率です。例えばこのレジェンドお守りは空きスロが3-11です。表をご覧ください。これは一部抜粋したものですが、付与されたスキルのランクによって空きスロの抽選確率は変動します。例えば超会心は S ランク、見切りは A ランクなので、なんと空きスロ3-11は 0.46% という超低確率で出力されるということです。ちなみに311というのが今の理論上の最大値になります。頭のいい皆さんならもう気づいたかもしれませんが、このレジェンドお守りは超会心と見切りが付与されたお守りの中では理論上の最高値ということになります。はい、マカレンキンの仕組みは以上です。すごい楽しいですよね。私も気がついたらマカレンキン抽選確率自動計算機作ってしまいましたね。パート4で実際にこのレジェンドお守りを引くために何回引けばいいのか計算してみますね。お次はパート3、体
体験使いが狙うべき5つの神お守りとその装備構成です。以上の抽選確率から強力な2つのスキルが揃う確率が非常に低いことが分かったと思います。そのためこれから比較的低い抽選確率で引ける神お守りとその装備の紹介をしますね。まずは1つ目、弱点特攻2、空きスロ2です。このお守りあるいはこれよりスロットが空いている上位お守りが抽選される確率は約1182分の1です。ファイトの音もなしであれば装備は会心 100% のナルガ体験構成、ファイトの音もありでは会心 70% の五射体験構成をおすすめします。これらの構成は検証結果よりバージョン 2.0 では平均火力ナンバーワンだったので、気になる方はこちらの動画をご覧ください。ティガレックス体験は空きスロットの関係上集中2の運用となり、切れ味の白が短いため大衆にはおすすめができません。それでは2つ目、見切り3、空きスロ2です。このお守りあるいはこの上位お守りが抽選される確率は4728分の1です。私はこのお守りを持ってないのでシミュレーターで装備を作りました。装備は五射体験構成です。ナルガ体験構成は作れませんでした。装備とスキルと装飾品に関しては赤枠で囲んでいます。お次は3つ目、攻撃3、空きスロ2です。このお守りも抽選される確率は約4728分の1です。装備はナルガ構成で五射構成は作れませんでした。お次は4つ目、超会心2、空きスロ2です。このお守りのあるいはこの上位お守りが抽選される確率は約29,080分の1です。 S ランクのスキルなのでちょっと厳しいですよね。五射構成です。ナルガ構成は作れませんでした。お次は最後5つ目です。集中2、空きスロ2です。このお守りあるいはこの上位お守りが抽選される確率も約29,080分の1です。五射構成です。ナルガ構成は作れませんでした。ちなみにこれまでに紹介した神お守り5つ、あるいはこれらよりスロットが空いている上位お守りのいずれかの1つが出る確率は約747分の1です。雷神1回討伐で平均8回は有限が回せるようなので約94体倒せば出るということです。この数値であればなんとか頑張れば手が届く範囲だと思うので、配信者としておすすめできる最上位の神お守りだと考えています。これらのお守りが出ればとりあえずマカレンキマラソンは終わって大丈夫だと思います。それでは最後パート4、レジェンドお守りの驚愕の抽選確率です。おそらく先ほど紹介したお守りでは納得しない猛者の方もいると思うので、そんなあなたが目指す先がいかに茨の道であるか説明しようと思います。計算対象はもちろんこいつです。 S ランクと A ランクのスキルをフルに使っていて、空きスロも全て空いている、まさにレジェンドだと思います。それでは早速計算してみましょう。ちなみに S ランクスキルは16個、 A ランクスキルは26個で、それぞれのスキルが出る確率は均等であると仮定した上で計算をしています。まず1つ目の S ランクスキルが確定する確率は 3% です。16個の S ランクスキルより超会心が確定する確率は 6.25% です。超会心のスキルの値が2に確定する確率は 5% です。そして超会心が S ランクなので2つ目のスキルが付与されることが確定する確率は 20% です。次に2つ目のスキルが見切りのような A ランクであることが確定する確率は 15% です。そして26個ある A スキルの中から見切りが選ばれる確率は約 3.85% となります。そして見切りのスキルの値が2に確定するのが 10% の確率です。次に S と A ランクの5席に空きスロ311が確定する確率は驚愕の 0.46%ということになります。これら全てを掛け合わせると結果はなんと約 4.98×-11 乗で約200億分の1です。やばくないっすかこの値。ちなみに年末ジャンボ宝くじで1等の確率は2000万分の1なので、このレジェンドお守りと比べたら年末ジャンボの方がまだ余裕で当たるんですよね。ではこのお守りを出すためにどれほど雷神と戦い続ければいいのでしょうか。約10分で雷神を倒せると仮定して、5分間のロード時間や休憩をすると仮定すると1時間で4体倒せますよね。1日最低8時間寝てもらうとして16時間で64体倒せますよね。雷神1体あたりのマカレンキンの数の平均値は 8.53 だそうなので、1日で約547個の有限ガチャができると考えると、なんと3,676,9,281日で無事ゲットができます。10万年と737年ですね。人生100年と仮定して雷神と戦い続けると1007回生まれ変わればようやくこの能力をゲットできるということですね。まあこんなモンハンばかりしてるやつが生まれ変わって人間になれるかは疑問ですけどね。ちなみにリンネのマカレンキンだと180億分の1で、攻撃3、弱点特攻に空きスロ311みたいな A ランクの組み合わせでも有限だと10億分の1とかですね。というわけで猛者の方、レジェンドお守りを狙って走ってもあなたの一生ではとても足りないと思います。ライズの発売台数が500万台でしたっけ。みんながマカレンキンしまくってるとは思えないので、本当に世界に一人持っている人がいるのかってどうかってレベルだと思います。はい、今回はこれで終わろうと思います。今後のアップデートで有限やリンネの上位マカレンキンが出ると予想されるので、今回
紹介した5つのいずれかの守りをゲットすればひとまず満足してもらって大丈夫だと思います。計算式は概要欄に後日追記しておくので間違っていたら教えてください。結構ね勢いで計算しちゃったんで間違ってる可能性もあります。間違いがあれば固定コメント欄で追記させていただくので詳しい確率が知りたい方はそちらも確認してみてくださいね。それでは終わります。バイバーイ。